多賀城高校で行われた関西大学の模擬授業には災害や防災を専門的に学ぶ災害科学科の生徒120人が参加しました。実際の授業を通じて大学の魅力に触れてもらおうと実施された授業では、関西大学の高橋智之副学長が海の波のエネルギーを利用した発電で沖縄などのサンゴ礁を再生させる取り組みをテーマに、大学での学習や研究の醍醐味を生徒に伝えました。研究をすることによってさまざまな、ネットワークというかいろんな人とも話ができるだろうし、ぜひ大学に行ったらそういった自分自身のこうなんかポテンシャルを上げることにこう頑張ってもらえればなと思っています。大学の講義っていうのを実際に受けてみてこう肌で実感してきたのがとても良かったと思うので、これからの自分の進路とかそういうのに結びつけていきたいなと思いました。県内企業への就職を促進させようと、県ではこれまでに関西大学を含め全国23校の大学や専門学校と就職協定を締結していて、今後さらに多くの学校と協定を結んでいきたいとしています。